毒人参はセリカの有毒植物の一つ。多年草で薬草として使われる。ヨーロッパが原産のコーニウムマクラトムと北アフリカ原産のシーチェラフィロイズの2種がある。葉の見と目から毒パセリとも呼ばれる。学名コーニウムマクラトムが意味する通り、ヨーロッパ種の方が中毒性のある毒草としてはるかに有名である。ハーブとして有用な二年草で、 1.5メートルから2.5メートルの高さに育ち、ツルツルした緑の茎は、下半分に大抵赤か紫のブーチやマダラが入っている。毒人参は、ソクラテスの処刑に毒薬として用いられたことが知られており、茎の赤い斑点は、ヨーロッパでは、ソクラテスの血と呼ばれることもある。小さな白い花は、果女の中で密集しており、全体で、 直径1 0トルから1 5トルほどになる。葉はきれいにレース状に分かれており、一様に三角形をしている。とりわけ若葉はパセリや山菜の尺と見間違えやすい。また、植物全体がしばしばフェンネルやワイルドキャロットと取り違えられる。種子はウイキョウに似ており、肉色をした根は大抵枝分かれしておらず、パースニップと取り違えられる。 毒人参は植物全体が周期を放っていることが特徴と言われているため、食用植物特別するには臭みが手がかりとなりうる。例えば、毒人参を潰してやると、葉と根は腐ったような不快な匂いがするのに対して、フェンネルの葉はアニスやリコリスのような方向がする。毒人参かそれ以外の安全な植物かの見分けがつかないような場合は、 毒人参の毒性の高さを考慮して廃棄することである。毒人参はかつては日本に自生していなかった。しかし近年北海道の山野に不法に持ち込まれたものが植生しており、このため尺と誤認して採取され、摂取された結果の死亡例も報告されている。毒人参は各種の毒性アルカロイドを含む。これらの毒の中でも最も重大なのがコニーンである。 コニンは神経毒性の成分で中枢神経の働きを犯し呼吸筋を麻痺させる。人間や家畜にとって有害である。毒人参は春に目立つ。春は会バやマグサが消えてしまうからである。毒人参は全身に毒を含んでいるが一旦乾かしてやると大幅に毒は減る。それでも毒が完全に消滅するわけではない。葉のみと目から。 マダラパセリという別名もある。蝶の中には幼虫の頃に毒人参を好んで食べるものがある。毒人参は英語ではヘムロックと呼ばれるが、この語は時々同じセリカの毒ゼリーと混用されている。ちなみにスペイン語やポルトガル語では毒人参のことをシクータと呼ぶが、英語では毒ゼリーの意味でシクータを用いる。慣習的にこのような混乱が見られるものの、 毒人参と毒ゼリーの違いは容易に見分けることができる。ヨーロッパシュコニウムマクラトム、毒人参は鎮静剤や痙攣止めの用途のために使われてきた。古代ギリシアや中世アラビアの医学では関節炎などの様々な難病の治療に毒人参を用いている。しかしながら治療法によっては必ずしも効能が期待できるわけでなく、 副毒量もごく少なくしなければならない。大量の服用は、危険が高く、呼吸困難に続いて、麻痺や、言語障害を引き起こし、死にすら至りかねないからである。AB ヨネクラ工事、高等植物分類表北流館、2010年、1版。ISBN 978から4から 832608382E。AB オーバ明ヒデアキ。 植物分類表アボック社2010年第2冊 ISBN 978から4から90358から61から 4AB コニウムエルトラーピコスミズーリボータニカルガーデン4132962012年8月12日閲覧コニウムエル インテグレーテッドタクセナミックインフォメーションシステム2012年8月12日閲覧ありがとうございます。